キエフの兄弟団の修道院と学校アンティオキア総主教からリビブの兄弟団への所管兄弟団は15世紀から18世紀のルテニアにおける属人聖教徒による連帯組織を言う。当時ポーランド・リトアニア連合王国の統治下にあったルテニア地域でキエフ、リビブ、ビリニュス、ビーツプスク、ミンスク、ルーツィクといった大都市を中心に様々な都市で結成され、 地域の政教の教会と密接な関係を持っていた。中世西,西ヨーロッパで組織されたフラタネティア・ギルドに相当する。兄弟団のルーツは1159年の一般値、年代記に記されているように、キエフ・ルーシにおけるブラチャニーに遡る。その後、15世紀半ばの連合王国統治下のルテニアで兄弟団が登場した。 記録上最古のものは1463年に記録されているリビブセイ新女修身兄弟団である。各地の兄弟団は、ブレスト合同後、激しさを増すイエーズスカイや、連合王国によるカトリックの回収圧力に抵抗するために組織が整理された。兄弟団は、キリル文字で書かれた本の出版や、ルテニア語による教育を行う兄弟団学校の設立などを行い、 連合王国によるカトリック選挙を食い止めようとした。東欧最古の大学であるキエフモヒーラーアカデミーも、キエフの兄弟団の修道院の庇護下でスタートした。リビブの生新女終身兄弟団は、同盟のリビブ性新女終身大聖堂を再建するとともに、東部ウクライナにおけるコサックの放棄を支援するなどの活動も行っている。聖教徒の大貴族であるオストロージクイケは彼らの、 活動に政治的な支援を行った。こうした活動は政教への圧迫の厳しかった対抗改革時代においてウクライナ、ベラルーシの文化を保存することにつながった。最終的にほとんどの兄弟団は18世紀にカトリック宣教が次第に弱体化していくのと同時に活動を終えていったが一部は19世紀末以降に ニヒリストによる無ンドンプロパガンダに対抗するために復活した。その中でも、セイキリル・メホディ兄弟団は、その活動を通じて、ウクライナ人の民族意識を高め、帝政ロシア下における、ウクライナ人のアイデンティティの再発見を促した。また、オストロージクイ家の所領であったオストルフの兄弟団は、オストロージクイ家の信奉者であったアントニーナ・ブルードは、によって再建された。 ありがとうございます。